はい、それでは続きまして、レオワイ彗星撮影編のアドバイスに入ります。もう朝はきついです。夕方以降を狙います。8時後が彗星が見つけやすいと思います。で、彗星の方角わかんないよっていう人は、こういうですね、まず2つおすすめ方法を紹介します。まずこのビクセンでポーラメーターっていうやつが発売されてます。これですね、ここが傾斜形になってて角度をつけて、カメラを見れるんですけど、これをゼロのところに合わせて止めてですね、でカメラのアクセサリー集につけて、水平を撮ります。そうするとこのカメラが今どこに向いてるのかっていうのがこの上のコンパスに出ます。で、これで、北西の方角に合わせてもいいですし、コメットブックに方位何度っていうふうに書いてたじゃないですか。あの方位っていうのがこの目盛りに当たるので、なのでこのコンパスを見て、このコンパスの外側の数字を元にしてあらかた、彗星の向きに合わせることができます。注意点はこれ普通のコンパスなので、電源オンしてるとカメラの電磁波でコンパスが引っ張られることがありますので、電源オフにした状態で使うということと、スマートフォンとこう近づけないようにしてください。で、もう一つのやり方としてはスマートフォンを使うっていうやり方です。まあ、これ私自分で作りましたけど、こういうスマートフォンホルダーって売ってるじゃないですか。で、そこにこのアクセサリー集ホルダーというか、アクセサリー集に4分の1インチネジが付いてるやつが売ってるんですね。で、これ越美さんとかで、越美さんとか白馬さんで売ってるのかな。で、これをこうつけますよね。で、この上に、スマートフォンを載せます。で、これ私落ちないようにこうやってスマートフォンのこのゴム、スマートフォン用のゴムパッドみたいなこうやってつけてるんですけど、あとはこれでさっきとまあ同じような感じですよね。コンパスアプリを動かして、まあ、このコンパスアプリで、どっちが彗星の方角なのかなって、まあ、大体調べることができます。方角分かんない人はこういうふうに調べてみてください。彗星を撮影するのに必要な焦点距離ですけども、大体200ミリ300ミリぐらいが多分ちょうどいいと思います。彗星の撮り方というか見つけ方が結構ポイントでして、最初どこにあるか多分わからないと思います。8時を過ぎたら30ミリとか50ミリぐらいのレンズで彗星のいる方角に向けてバシバシ写真を撮ってください。で、目ではなかなか角は見える、うっすら見えるんですけど尾が見えないので、彗星は目ではなかなか見つけることできないんですけど、写真には写るんですよ。どこにあるのかなって探すっていう作業をしてください。写ったのを確認したら、できれば双眼鏡でですね、双眼鏡使って一度彗星見つけてください。で、あ、ここにあるのか、あの辺か、あれねって一回見たら、一回こう自分の目でこう見つけられると、あそこにあるあのもやっとしたのがあれかって分かるようになるんですよ。できれば撮った後こう双眼鏡で見れたら、もうそこから見失うこと多分ないと思う。なくても画像、写った画像を元にですね、こう拡大してどんどんズームしていくっていうような感じのやり方をしてもらえればいいと思うんですけど、やっぱりその双眼鏡で一回見つけられてないと、こうなんかずらしちゃった時にあれどこだっけってなるんですよね。だからそうならないために、まあ、一度双眼鏡でこう探していくというのは本当はおすすめです。場所が分かったら、こういうズームのタイプが使いやすいです。これタムロンの70-200っていうレンズ使ってます。まあ、これで実際この間の彗星もこれで撮影したんですけども、これでまあ最初 70mm 撮って、でズームアップして 200mm 撮ってっていう感じでやりました。ピント位置が
変わると思いますので、水平線、山の稜線、もしくは星空とかを使ってマニュアルフォーカスをするっていうやり方に、低いところって普通のカメラのレンズってレンズ枚数が多いので結構ねシャープに映りづらいんですよ。でその点はレンズ枚数の少ない望遠鏡、天体望遠鏡の方がやっぱりメリットがあって、こっちの方がかなりシャープに映るんですよね。なので天体望遠鏡を持ってる方はだいたい 300mm とか 400mm ぐらいの天体望遠鏡を使うといいと思います。で今は露出ですけども、今は背景が明るい、その夕焼けだと背景明るいので、そんなに思いっきり感度上げて露出時間長くしてってやなくても水星自体が明るいのでまだ撮れるんですよ。でここから夜9時以降の時間帯に差し掛かってから撮影するとだんだんその背景が暗くなってきます。露出がどんどん稼げるようになってくるんですね。水星のイオンテールとかシンクロニックバンドとか、まあ、そういう細かいところがですねよく映るらしいんですけども、そういう細かいところを撮影できるのは夜の時間帯なんですよ。でその時間帯になるとやっぱこういう赤道儀っていうのが必要になります。これポラリエ U ってやつですけども、健康さんのスカイメモ S とかね、この上に自由台で望遠レンズとか載せないでちゃんとバランス取って、撮影した方がいいです。 200mm、300mm っていう世界になってくるとカメラ側と反対側でバランスを取ってね、まあ、こういう風にやらないとちゃんと追尾ができないです。線になっちゃうですよね。例えばこの写真8秒で露出した写真ですけど、これ赤道儀使ってないんですよ。もうこれブレてますよね。でその夜の時間帯もしくは露出を長くしたいな、撮りたいなっていう方は必ず赤道儀が必須になりますので、これを使った方がおすすめです。あとあの天体望遠鏡、大きい天体望遠鏡をお持ちの方で、自動導入式の天体望遠鏡、自動でその水星の方角を向いてくれる望遠鏡とかそういうシステムをお持ちの方はですね、星の動きと水星の動くスピードっていうのは違うんですよ。それぞれ恒星時追尾、水星角追尾っていうんですけど、ビクセンのスターブック10とか、あとは私が今使っているアストロアサのステラショット2などにはですね、その水星角追尾の機能がついてます。水星を自動導入したらそこから先は水星の動きに合わせてずっと動いてくれるよっていう、追いかけてくれるよっていう機能があるので、そういう水星角追尾の機能がついてる赤道儀をお持ちの方はそっちを使って天体望遠鏡で撮るっていうのもぜひやってみていただきたいですね。なんか今日のニュースだと、これ全然未確認情報ですけど、あのスカイウォッチャーの AZ-GTI とか GTE とか、まあ、あのクラスの赤道儀はシンスキャンっていうアプリを使うんですけども、そのアプリにコメットのモードが追加されたらしくて、まあ、そんなね、ネオワイン彗星でもしかしたら使えるんじゃないかなみたいな話も出てきてますので、というわけで急ぎ足にはなりますが、これで彗星の見方、撮り方の情報発信、ご紹介でございました。私もまだまだ晴れ間を探して撮影に行きたいと思います。まずはね、7月23日の近地点がピークになるかなと思いますので、梅雨がねなかなか長いですけど、諦めずにね彗星を狙って撮影してみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけね、バイバーイ。